まずはアムロ・トールの名前の由来です。アムロの名字はガンダムのアムロから、トールはアムロの声優である古谷トールさんのトールから来ています。また、本名の古谷レイも、この二人の名字と名前から付けられています。また、アムロの初登場回であるアニメ667話に登場した、バンバライタと妻のカモン初音ですが、バンバはランバラル、そしてカモンは、ランバラルの妻であるクラウレハモンが由来です。さらにカモンが雇った探偵の春岡サンジは、ジオン軍の機動巡洋艦であるザンジバルから来ています。作者の青山先生はガンダムの大ファンであり、この回は特にガンダムネタが詰まっていますね。続いては、アムロの部下である風見優也です。風見優也は、機動戦士ゼータガンダムの神指弾が由来です。偽名で使うヒダ弾6も、ビダンとその声優の飛田信夫さんが由来で、風見の声優も飛田信夫さんが演じています。続いては FBI の赤井秀一です。赤井は赤い彗星のシャアから、そして秀一は、シャアの声優の池田秀一さんから来ています。また、偽名で使用した諸星大は、シャアの本名のキャスバルレム大君が由来で、宮野明美からも大君と呼ばれていましたね。ちなみに、赤井の初登場回に登場した富野美春は、ガンダムの美春ラトキエと監督の富野義行さんを合わせたものです。また、町田康彦は、マチルダージャンとキャラデザ担当の安彦義和さんを合わせたもの。八島邦夫は、未来八島とメカニックデザイン担当の大河原邦夫さんを合わせたもの。そして小林は、隼人小林からそのまま名前が付けられています。また、赤井が沖キアスバルに扮していましたが、こちらもキャスバルレム大君のキャスバルが、キアスバルとなって、沖キアスバルになりました。さらに、沖キアスバルの初登場回に登場した杉浦海斗は、ガンダムの、カイシデン。細井竜兵は、竜補正。真壁銀也は、マクベと、マクベのモビルスーツのギャンから、それぞれ名前が付けられています。続いては、赤井秀一の妹であるセラ・マスミについてです。セラ・マスミは、シャアの妹であるセイラ・マスから由来されており、兄弟関係も同じですね。その他にガンダムから由来されているのが、スコッチこと諸伏博光の博光が、ガンダムウィングの主人公、ヒーロユイと、声優の緑川光さんを合わせたもの。そして、FBI のアンドレ・キャメルが、キャメル艦隊指揮官のドレン隊員が名前の由来となっています。それでは続いて、赤井秀一の弟である羽田秀吉です。羽田秀吉の羽田は、羽生善治さんの羽生から、そして秀吉は赤井秀一の秀と、昭和の騎士である坂田三吉の吉を合わせたものと、青山先生が語っています。原作では、羽柴秀吉に名前が似ていることから、大光明神と言われていましたが、実はこちらの方が後付けのようです。ただ、コナンで武将の名前が由来となったキャラは数多くいます。例えば、長野県警の大和勘助は、武田信玄の軍師である山本勘助が由来です。そして、警視庁刑事部部長の小田切敏郎は織田信長。さらに、警視庁捜査一課管理官の黒田兵衛は黒田官兵衛。そして、スコッチの兄である長野県警の諸伏貴明は、諸葛孔明と青年期のあざなである伏龍を合わせたものです。警察には、武将に由来したキャラが多いですね。それでは、残りの警察関係のキャラの名前の由来を解説していきたいと思います。まずは、めぐれ警部ですが、フランスの小説家、ジョルジュ・シムノンの推理小説に出てくる、ジュール・メグレが、名前の由来となっています。続いて、高木刑事ですが、もともとは、アニメ66話で初登場した、アニメのオリジナルキャラでした。そして、アニメで高木刑事と名付けられた経緯はというと、めぐれ警部役のチャフーリンさんが打ち合わせで、君、名前は、と、アドリブで問いかけ、とっさに、高木ですと、声優の高木渉さんが自分の名前を答えたことで、高木刑事に決まりました。そして、原作の18巻で高木刑事が逆輸入され、名字だけでなくフルネームも、声優と同じ高木渉となりました。
また、高木刑事と同様に、千葉刑事も、声優本人の千葉一心さんが由来となったアニオリキャラです。そして、アニメ128話で初登場し、原作の32巻で逆輸入されました。続いて、警視庁刑事部捜査第一課の白鳥忍三郎ですが、これは、フジテレビの刑事ドラマの古畑忍三郎が由来です。続いて、群馬県警の山村美沙警部は、推理小説家の山村美沙さんが名前の由来となっています。そして、警視庁刑事部捜査一課の松本清永元管理官は、小説家の松本清張さんが由来となっています。続いて、佐藤美和子警部の名前ですが、実は、青山先生の知人の名前から拝借したそうです。他に、青山先生の知人や友人が由来となっているキャラとして、灰原の本名である宮野志保、そして、一年 B 組の担任である小林澄子が挙げられます。また鈴木園子は、大学時代の万見の後輩の名前から拝借したとのことです。では、少年探偵団の名前の由来について解説していきます。まずは、吉田あゆみちゃんは、推理作家の北川あゆみさんから由来しています。そして、小島玄太は、小説家の小峰はじめさんから由来されています。そして、円谷光彦は、内田康夫さんの推理小説に登場する浅見光彦の名前が由来です。また、光彦の母である円谷浅見も、浅見光彦の名字から付けられています。灰原愛は、作中でアガサ博士が、コーデリア・グレイのグレイと、V.I.V. ショースキーの愛を組み合わせて名付けましたが、青山先生曰く、シャーロック・ホームズのアイリーン・アドラーが由来と言っています。そしてコナンはご存知、江戸川乱歩の江戸川とコナンドイルのコナンを合わせたものです。また、工藤新一の工藤は、探偵物語の主人公の工藤俊作が由来ですが、新一の方は不明とされています。また、コナンの父である工藤優作も、探偵物語の工藤と、それを演じた松田優作の優作を合わせたものです。ちなみに、コナンの母である藤峰由紀子は、ルパン三世の峰藤子と、その声優の二階堂由紀子さんが由来となっています。最後に、毛利一家の名前の由来について解説していきます。まずは、毛利蘭は、アルセーヌ・ルパンの作者であるモーリス・ルブランが由来とされます。そして、毛利小五郎も、名字はモーリス・ルブランから、そして、小五郎は、江戸川乱歩の小説に登場する私立探偵の明智小五郎が由来となっています。最後に、小五郎の奥さんである木崎愛理は、アメリカの推理作家であるエラリー・クイーンが由来となっています。ということで、名探偵コナンのキャラの名前の由来についてでした。ご視聴ありがとうございました。